不妊治療は別に恥ずかしいものではないですし、その時に落ち込んでしまうというのは決して珍しくはないので、はい、おはようございます。和製メンタルクリニックの院長増田祐介です。今日は不妊治療と妊活で、抗うつ薬、まあ、薬を使っては大丈夫なんですかということをテーマにお話ししようと思います。で、まあ、不妊治療を受けている方たくさんいらっしゃるんですけれど、まあ、体外受精の治療の初期にはですね、54% の方は軽度うつだと言われてるんですね。概要欄の方にちょっとその報告のデータ載せようと思うんですけど、なので結構いらっしゃいます。で、うちのクリニックにもですね、そういう患者さん結構こらえているので、まあ、その話をちょっとですね、しようかなと思います。というか患者さんの話はしないですけど、もちろんまあ、どんな方なのかという概略を話そうかなと思います。で、ですね、まあ、どうしてじゃあ不妊治療をしていると妊活中にうつが多いんですかということをお話しすると、まず精神的な疲労っていうのがありますね。その妊活までにを開始するかしないかで、まあ、いろいろ、まあ、夫婦の話とかいろいろあってですね、まあ、疲れてる。で、始まったり、まあ、疲れるってことですね。とにかく疲れてます。はい。で、次にですね、まあ、ホルモン治療をするんですけど、それの副作用っていうのがありますね。いや、ホルモンってやっぱ女性の精神に影響をかなり与えますので、それによって、まあ、気分落ちが悪くなったり、気分のアップダウンとか落ち込みやすくなったりします。で、他にはですね、着床の失敗による罪悪感っていうのがありますね。これは、二つ意味があって、その命に対する申し訳なさだったり、もう一個はですね、経済的な罪悪感ですね。私が失敗してしまって、また、ね、旦那さんに迷惑かけてしまったとか、そういう罪悪感が二つあるかなと思います。あとは、よくあるのはですね、まあ、夫とかですね、家族、自分の両親もそうだし、まあ、相手のね、義理のご両親の、まあ、無理解っていうのが、結構ありますね。もちろん理解のある家族もいらっしゃいますけど、無理解な家族も大変多いかなと思います。まあ、なかなかね、妊活のこととか妊娠のことって恥ずかしいし言いにくいし、タブー視されているところもあるので、なんかね、結果的にね、無理解みたいな反応になっちゃうこともあれば、だから気を使ってるんだけど、ね、そういうコミュニケーションって普段しないので、なんていうのかな、精神、なんかちょっと弱ってる人とのコミュニケーションって難しいんですよ。僕もしょっちゅう失敗してますから。なので、本当はいたわる気持ちもあるんだけど、誤解を生んで、まあ、ぶつかっちゃうとか、ね、傷ついちゃうとかありますね。あります。あとは女性としての、自己肯定感の低下みたいなものはありますね。だから、なんでね、私は妊娠できないんだろうとか、まあそういう類のことですね。気にする必要も全くないんだけれど、まあ気にしちゃいますよね、こういうのは。あとは未来と現実とのギャップですよね。だから、他の周りの人みたいに私は今頃子供がいたはずなのにどうしてなんだろうとか、まあそういうことですよね。なんか自分の人生どうなのかなっていうことに悩んだりします。だから、まあ、結構多彩ですね。こう書くと多彩ですよね。どうして鬱になるのかというと、人それぞれ違うので、本当に、これというのは難しいんだけれども。でもまあ案外ですね、ここら辺のことは知らない人多いんじゃないかなって気はしますね。で、ドクターからきちんと説明を受けてないことも、少なくはないのかなという気はします。で、治療に関してはですね、まあ重要なことは、まあ上3つに挙げてるんですけど、まあ、鬱になるんですよ。うつになるってことをまず知っておく。だから自分の調子が悪くなる。こういうふうな落ち込みとか、こういうことが起きちゃうってことを、まあ事前に知っておくっていうのが大事ですね。始まったら自分はすごくナーバスになっちゃう。ナーバスな時に、ちょっとした一言がすごくこう傷つくし、落ち込んでしまう。で、落ち込んだことをうまくシェアできないとか、そういうことを知っておくことが重要かなと思います。だから自分がすごく被害的になっていることもあれば、実際怒ってね、傷ついて当然みたいな態度されることもあるので、あれですけど、まあとにかく悩むってことは、まあ先に知っておくことがいいと思いますね。あとは、奥様というかですね、女性の負担がすごく大きいってことを、周りの人がみんな知っておくってことが大事ですね。
で、旦那さんとか家族はもちろん周りの友人もそうだし、職場の人とかも知るべきですね。まあ社会全体で知ることが必要かなと思います。まあと言っても自分から言うことはできないと思うので、まあ治療開始前にはですね、まあ旦那さんとか家族にもうあらかじめ言う、みんなで情報をシェアしておくといいと思いますね。で、ちょっと知ってるとですね、旦那さんとか家族とかも奥様のことを心配してますから、自分たちその奥さんが辛いなって悩んでる時にですね、いろいろ調べてくれたりとか、その心のケアの仕方とか調べてくれる家族たくさんいるんですよね。だから自分一人で戦ってるんだと思わずにですね、みんなで戦ってるということを、知るためにもシェアしておくっていうのが大事かなと思います。あと実際ですね、鬱になってなるんですよ。で、相談すること恥ずかしくないんですよ。だから全然大丈夫なので相談した方がいいと思いますね。産婦、ドクターにもそうですし、まあ場合によってはそのメンタル系のね、クリニックに受診することも恥ずかしくありません。普通です。で、もうこういうことやってるし、私恥ずかしいなと思うかもしれないけれど、僕ら慣れてるので、別にうわっとか思ったりしませんから大丈夫ですから、気軽に相談してください。で、ここまではあれですけど、精神科医らしい話もちょっとしようかなと思います。抗うつ薬を本当にうつがひどい時には使うことも検討したりしますね。で、抗うつ薬を使うと子供への影響とか妊娠のしにくさとかが心配されるかもしれないですけど、基本的には大丈夫ですね。大丈夫です。で、古いねパクシルっていうお薬はだとちょっとあれかなと思います。それも大丈夫っちゃ大丈夫ですね。普通の SSRI 新しいやつとかだと基本的に問題ないと考えてもらってもいいです。ただ抗うつ薬使いたくないって人もいると思いますし、抗うつ薬自体が吐き気があったりもするので合わない人もいると思いますね。あとは、抗うつ薬の副作用でちょっとね気持ちをカッカさせちゃってアクティベーションって言ったりするんですけど、なんかちょっとイライラって強まる人もいるので、その場合は抗うつ薬使えませんね。の場合はTMS っていう治療もあるので、それも検討してもいいかなと思います。あとは一回休むってことですね。治療って続くと結構しんどいので、一回休んでみてまた再開するっていうのもいいんじゃないかなと思います。で、休んでる間にここら辺も落ち着いてきますからね。っていうのはいいかなと思いますね。一人で悩まずに恥ずかしいから言いにくいし、こういう話ってしたことないと思うんですよ。僕とかね、毎日そういう話ばっかりしてるので、ばっかりっていうかあれですけど、そういう話しか毎日しないので、慣れてますけど、慣れてない人はですね、どう言ったらいいかわかんないし、聞いてる方もどうリアクションしたらいいかわからないと思うんですけど、やってるうちに、大体慣れてきますから、普通に、相談するのがいいんじゃないかなと思います。不妊治療は別に恥ずかしいものではないですし、その時に落ち込んでしまうというのは決して珍しくはないので、そういうもんだと思って理解してもらえたらいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、今回は不妊治療と妊活うつ、薬は大丈夫かということについて、動画で撮ってみました。はい。以上でこの動画あります。もしこの動画を見て良いと思ってくれた方は、グッドボタン、チャンネル登録、あとシェアの方よろしくお願いします。ではまた。